皆さんご機嫌ですか？どうもキボーです。本編の前にちょっとこちらご覧ください。これね、ジャイアンがめっちゃ面白いんです。どうして二人とも黙ってるの？言いたいことがあるんならはっきり言ったらいいじゃない。なんだかスネ夫が怒ってるんです。さっさと行けば。めっちゃ怒ってる。僕は別の人と行くからいい。なぜか冷静なジャイアン。わめいてる。ツッコミが的確すぎる。ジャイアン完全勝利。というわけで今回もボケてツッコミ行ってみたいと思います。毎日投稿頑張っていこうと思いますので、皆さんぜひ応援の高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。そんじゃまあ行ってみましょう。ポチッとな。ただいま帰りました。誰か死んでる。これは事件だ。とりあえず警察を。え、帰りなさいわ。今はそこじゃない。ちなみに僕にもお帰りなさいって言ってくれる人いるんです。いや信じてないでしょ。よし聞かせてやろう。ただいま。はい、お帰りなさい。どうや、そんな冷たい目で見ないで。見たことないけど多分鬼滅の刃。未だにいますからね。鬼滅全く見てなくてキャラが全然わかんない人。でもさすがにね、街中至る所に鬼滅の商品売ってるし、 CM とかコラボとかガンガンやってるしね。どこが鬼滅や。まあこれはちょっと惜しい。人が倒れてる。あれ持ってきて。名前忘れたけど、あれだよあれ。いわゆるやつ。あれだよあれ。わかってるよね。こういう時はあれ。キンキンに冷えたビールですね。生き返るわ。このために生きてるぜっていうね。でも今じゃない。太陽に顔があってそれを見てる人。不思議な本ですね。太陽のチンコビョーン。それチンコかよ。その表情はどんな感情やねん。ギリギリ信じられそうな嘘をついてください。鳥取県の8割は砂漠。めっちゃ失礼。8割砂漠ってどんなとこだよ。鳥取県の砂漠は10割だよ。煉獄さんの唾だ。壮絶な戦いを終えて煉獄さんの形見を手にした炭治郎。これは貴重な一品ですね。あ、ボタンを押すと音が鳴る。めっちゃ売ってるやつ。おもちゃ屋で大量に見るやつ。パンはパンでも食べられないパンってなんだ。この人ネットっていうかボケてて本当によく見ますよね。なんかもうこの写真の破壊力が凄まじいですよね。で、食べられないパンってなんだ。見せてみろ、食ってやる。こんなものは存在しなかった。この人に食えないものはマグマぐらいだと思うよ。ハンバーグは飲み物。また出てきた。どんだけ人気あんだよ。で、ハンバーグは飲み物っていう言葉に対してなんか言いたいことがあるようで。ハンバーグもな。もう溶けた鉄以外だったら何でも飲めそう。奥さん、お待たせいたしました。JAF です。 JAF っていうのは運転中車のトラブルで動けなくなった時に助けに来てくれるサービスです。今日はどういったお困りごとで？主人とうまくいかないの。 JAF に何頼んどんねん。とりあえずその悩み解決してあげるから俺んとこ来ないか。リトルジョン、真実の愛のおじさん。いや何言ってんの。マジで何言ってんのこの人たち。ツイッターのオフ会。どんな名前つけとんねん。真実の愛のおじさん。お前それ名乗ってて恥ずかしくないんか。皆さんこの人知ってますか？結構前に活躍した田中角栄っていう総理大臣です。人の悪口は言わない方がいい。言いたければ便所で一人で言え。自分が悪口を言われた時は気にするな。そう言うと田中角栄は便所から出てこなかった。めっちゃ気にしてる。この人が現役だった頃に2チャンネルとかツイッターとかあったらもう一生便所から出てこなかっただろうな。森会長。いろいろあった森さん、今でもしぶとく政界で権力を持っています。林に降格の方向で調整。木が1本減った。じゃあもう1本減らして木でいいよ。犯人に次ぐ。俺は帰る。何があっても定時で帰るタイプ。いいと思うよ。こっち見ちゃダメだよ。さあどこに埋めたか当てて。負けしとけ。あ、なるほど。なんか宝っていうか金属みたいなものを埋めてダウンジングで探すやつね。でもなかなか見つからないようでジャイアンイライラしてるね。てか何が埋まってるんだろう。早くしないとスネ夫死んじゃうよ。スネ夫、命で遊ぶな。